やあ、お疲れ。あのさ、俺ラーメン食って帰るけど、お前も行かない？別に深い意味はないけどさ、今日暇なんだよね、俺。今朝の続きちょっと聞きたいしさ、ラーメン食うだけだし付き合えよ。岩戸台の商店街んとこ。しみるなこれ。なわかった。ここのスープすごくね。多分スープに何か入ってるね。普通は絶対入れないようなもの。なんだろうな、ここの店名と関係あんのかな。あ、悪い、俺ここで食うとテンション上がっちゃうんだよね。え、マジ？わかるのかこの味が。お前見かけによらず、なかなか見どころあるかもな。ところで、お前ってもう竹場さんと仲いいんだって？転校したてでよくやるな。ま、俺そういう積極的なやつ嫌いじゃないけどね。また帰りとかどっか行こうぜ。暇な時でいいからさ、そん時俺の計画教えてやるよ。多分驚くぜ。外暗くね？つか、ドラマ見逃した。はぁ、マジかよ。まあ、とにかく帰るとするか。あ、その前にメアド交換しとこうぜ。携帯出せよ、携帯。はぁ、やっぱしみるわ。お前もハマりそうだろ。ところでさ、お前んとこの寮ってなんで男女混合なんだよ。それってひょっとして竹場さんの部屋とか入れちゃうわけ？なーにが秘密だよ。それって何もないってことだろ。ま、俺は興味ないけどね、ガキには。やっぱり女は大人に限るって。お前は？何でもいいってお前、来るも拒まずか。まあスタンスとしちゃありだよな。実はさ、俺内緒だぜ。俺狙ってる人いるんだよね。これ前に話した計画つっても告白するだけなんだけどさ、学校の先生なんだよな。これが近いうちに実行するから見とけよ。それまで誰にも言うなよ。一応先生だからさ、生徒とどうのこうのってまずそうだろ。終わった、ドラマ始まっちゃうよ。じゃあな。いい加減飽きてこね。人生？お前青春ドラマ見すぎだって。と言いつつ、そんなとこかな。朝からつまんねえ授業を受けて、飯食ってテレビ見て寝てさ。決めたぜ、俺は彼女を作る。すぐ作る。なんだよその余裕は。見てろよ、俺もそっち側に行ってやるからな。
しょうがねえから計画を実行に移すよ。俺は前言っただろ、狙ってる先生告白して落としちゃうよ俺。加納先生って知らねえな。3年の倫理の先生。俺結構仲いいんだ。正統派美人ってんじゃないけど、綺麗だしちょっと垂れ目で口半開きで色っぽくて。あーこれ誰にも内緒だからな。お前だから言ってんだぜ。すげえ楽しくなってきた。作戦立てようぜ作戦。悪いなこんなとこ付き合わせて。あのさ、ここでちょっと待っててくんない。あのな、あのな、驚くなよ。俺今から加納先生んとこ行ってアタックしてくるから。おお、任せろ。俺は愛をつかむぜ。そういうわけで俺行ってきます。なあ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 、聞けよ、聞け聞け聞けって。 OK だってよ。すげえよ、信じらんねえ。言おうとしたらさ、先生の方から個人レッスンしないって。マジ、ちょっとお前のおかげ、お前が聞いてくれたおかげ。じゃあ俺先生ん家行くから。うおー、やべえ、俺何も準備してねえ。でもいきなり今日そこまでは。いや先生大人だしな。あ、まだいたのか。じゃあな。でさ、エミリーって、あ、加納先生ね。エミリーって男子に超人気あるんだよね。でもまあ俺が取っちゃったっていうか、裏で出し抜いちゃったっていうか。エミリーってクラスの生徒にはさ、成績のこととか厳しいらしいんだわ。でも家じゃ可愛いとこあってさ、またそのギャップが。あー、なんつうかこれ運命だよな。惹かれ合う美男美女っていうか。だろう。うーわー、マジドラマみてえだよな。てかさ、お前はどうなんだよ。あれから竹葉さんとはうまくやってんの。俺ばっかり幸せってのも気が引けるからさ、お前の幸せ願っちゃうね俺。あ、俺とエミリーのこと内緒だぜ。生徒と先生の恋物語なんて大事件だろ。お前だから話してるんだぜ。ああ、こんな時間か。最近ドラマも見なくなったな。だって現実にさ、ドラマよりもすげえことがあると。ああ悪い、俺やっぱやめとくわ。俺予備校の見学行くんだった。忘れてたよ、ごめんな。だからラーメン食ってる場合じゃねえの。進学とか大事じゃん。お前将来のこととか考えてるか。ちょ、マジかよ、さすがだな。俺さ、将来とか全然考えてなかったけど、エミリーが負け組になるなって言うんだ。将来っつったら漠然としてっけど、とりあえずは大学だよな。やっぱエミリーのクラスは進学率すげえんだって。エミリー、俺との将来も。俺としちゃお前にも将来考えてほしいわけ。お前が負け組にとか俺嫌だもんよ。だからさ、ちょい真面目に頑張ろうぜ。
じゃあな、予備校行ってきます。はあ、なんか食えねえや。聞いてくれるか、もうこんなとこで食事ないかもしんねえな。実はさ、悩みがあんだよね。俺、エミリの部屋にあった雑誌、なんだと思う？なな、なんでわかった？やっぱすっげえな、お前。俺それ見てさ、いろいろ考えちゃって。俺決めたよ、高校卒業したらすぐエミリと結婚する。お前は賛成してくれるよな？ありがとう。俺は本気で加納エミリを愛している。だから結婚するんだ。それでさ、加納エミリが友近エミリになるんだ。俺がエミリを幸せにするんだ。さあ、お前には賛成してほしくてさ。そろそろ帰るか。お前と帰るのもあと何回あるかな。あのさ、悪いな、こんなとこで。やっぱいい。そうなんだよ、俺やべえんだよ。俺どうしたらいいか全然わかんなくて。俺とエミリーのことが学校にバレたらしいんだ。で、大問題になってエミリー九州の学校に飛ばされるんだって。どうしよう。やっぱそうだよな。俺も覚悟はできてんだ。でもエミリーにダメって言われて、急に無視されて、メールも返事なくて、電話だって着信拒否でさ。きっとエミリー一人で耐えてるんだぜ、俺のために。なの、ほっとけねえよな。俺何か方法考えるから相談乗ってくれよな。じゃあな、今日はサンキュー。あのさ、店へ行ってから話そうと思ったけど、エミリーと九州に行くことにした。ラーメンとこれが最後かな。エミリーだ。エミリーと誰だ。まさか本気にするなんて思わなかった。子供だからきっと勘違いをしてたのね。進学率のためだったの。感謝してほしいくらい。あの子が言いふらしてたみたい。他の子は少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って試験をあげよう。嬉しい。エミリー、そっか、今日だったんだな、出発。俺それすら知らなくて、ついていくとか舞い上がって。俺いいんだ。ありがとう。俺がバカだったんだ。エミリーは悪くない。エミリー、どうして。なんでだ。ありがとな。
前がいなかったら俺。今日もいただくとしますか。やっぱこれだよな、俺がこの町を捨てられるかっての。先生、今頃九州か。結婚してんのかな。ダメ、それはダメ。アジタマ、それは俺の命玉、渡さねえ。ああ、やっぱお前といると飽きねえわ。と言いつつ彼女欲しい。おーし、じゃあナンパだな、ナンパ。今日行く？これから行っちゃう？いやいや、そうじゃなくて、俺さ、あれから考えたんだ。エミリがいなくなって寂しいは寂しいけど、俺かっこ悪いなって方が大きくて、エミリが好きだったのか、先生と恋愛してるのが好きだったのか、すげえ考えて。でも分かんなかった。一個だけ分かったのは、お前が友達ってことだよ。恥ずかしい、寒いんだよ、畜生バカ。んでこれやる。それさ、俺が作ったの、お前に合うかなって考えてさ。お前おしゃれ心が足りねえからさ、補い合うっての。親友っぽくね。まあよろしくの印だよ。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに魔術師の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、魔術師の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。男相手に無駄に緊張した。味玉追加で10個追加で。